できて。おはようございます。久しぶりの大阪プール、雨降ってたんですけどね、無事やんで、うん、なんか撮りましょうって感じですね。撮りましょう。久しぶりですね、こんななんか撮りましょうみたいな。せやな、今日はあれしますよ。あれか、あれ最近言ってたでしょ。言ってた。ニュートリックができたか。ニュートリックは撮っていこう。じゃあ行きましょう、フレッシュな味。あと、そうあと、この間花見来てくれた方、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。次回もまたなんかね、いいのやりたいですね。あとトランスの、あ、そう、投票してくれた方ありがとうございます。トランスワールドのベストトリックの、ベストトリックは取れなかったんですけど、特別賞みたいないただけたみたいなんで、ありがとうございました。これからもちょっとスケボー頑張ります。いえ、はい。完璧でしょ、今のは。今良かったっすね。今のは完璧。はい、イエーイ。ちょっと雨村の方に戻ってきました。そうですね、雨村の方に戻ってきました。今からね、村瀬さんのおすすめの古着屋さん、うん、木村さんという人がやってるんですけど、まあ、だいぶ緩いですね昼の今日3時に来たんですけど、まだ空いてなくて、今また来たら6時ぐらいなんですけど、空いてますね。呼んでみます。はい木村さん、すいません。あ、いらっしゃいないぞ帰ってますよ。今日何探しまんのまずはなんかお店の名前が何かな、思ったんですか。うちにも七市ですいや、まあ、ライオンマジック、ライオンマジック、ね、ライオンマジック。いやなんか久々、今日2人目のお客やわいや、だって開けんの遅いからね自由気ままで生きて、あ、気持ち悪いそう、ターンテーブル、僕のレコードもね、レゲエめっちゃ好きやから、ラテンとこれを集めてます。まあ、僕はもうその89年以降のダンスホールがめっちゃ好きやね。音楽と服がちょうど一緒に重なり合った時に、またお客様買うてくれたらよろしくお願いしますっていうことなんですけどね。今は何聴いてるんですか。今はこのあたれレアなレコードですわやっぱ4、この10人じゃ音が吹かんでいいね。うん、やっぱこう、映ったらちょっと硬くなるなすごい、ジャリンコチエの鉄みたいになってる、うん、やっぱ服屋さんなんで、おすすめの、おすすめの服ね、ちょっとおちょくったやつがいいね。この辺もライオンマジックなだけに、このデッドパンクー、このライオン、あ、めっちゃかっこいいじゃないですか。これもめちゃめちゃ渋い、うん、あとこのクロスボーン、これも夜になったらみんな蛍光で光るという歩いとったらもうつけるとんでございますまあ何も人生うまいこと山あり谷ありやけど、できたら777パックマフィーバーこの777これもまたその当時のパックマン出た時のめっちゃ詳しいからな。いや、一個一個全部。いやいやいや、それとまあスケーターしていろんなとこ国にも行って、ハングルース、ハワイのこれの古いやつ、これを集めてるマニアも多々あり、ハワイアンも結構豊富にあるから。ハワイアンはもううちもずっと小さい時集めてるから、めちゃめちゃ家ある。まだ今回一からやり直しよりでコレクションめっちゃ持ってくるから、まあここにあるのはもう一例ですわ。これみんな色違いやねんけど、みんな一緒次行きます。次なんすか。まあ、全然関係ないけど、女の子がもしこれを見てるなら、もうマイケルジャクソンのこれを結構女の子が着れるようなもんもあるんですね。アクティビティもあるかな。結構僕の周りで古着好きな人もいますよ。もうリストを言っといて。はい、もう言います言います、ほんま喋ってもらって値段決まるみたいな感じ。いや、もうそれこのデッドストック、この60年代もうめちゃめちゃいいんやけど、誰も気づいてくれない今気づいたんですね。気づいてこのねえ聞いてもまたすごい1ニッパという。1ニッパ、いや、またマイハウスにも1個家飾ってるデッドがあるから、またいるのならまたよろしく。
いや、いっぱいもっと飾ってほしいですね。そうそうそう、飾らなあかんねん、ほんまは。なんでそうか、こんなとこポンってあるねんって。靴置きになった。靴置き。で、これが70後期から80、まあ、80s やと思いますわ。僕らは生まれたぐらいでございますね。生まれる前はこれって。で、たかしくんのはこれ。なんかめっちゃ物が豊富すぎて、もう僕の考えはもう1個の商品でも1個、小さい商品でも1個魂が入ってる思って売ってます。だから物持ちめちゃええ。僕のお店はライオンマジックです。大阪市西区北堀江 1-2-25 堀江大京ビル2階2時からです。2時から、ね、結構遅いですよね。遅いやけどね、もう大体今は3時ぐらいかな。コミュニケーションでどうなるか、それはお楽しみでございまする。来てやアメーバうわこんなん入ってんねや。もう今切ったん？いやまだ切ってない。あ、そう。危ない危ない。みんな丸聞こえやん。